1931年中国大洪水は中華民国で起きた一連の洪水である。この洪水は記録が残る中で最悪の自然災害の一つと一般に見られており、また薬病と基金を除いて20世紀最悪の自然災害であることはほぼ確実である。推定死者数は14万5000人とするものから370万から400万人とするものまである。 1928年から1930年まで中国では長期の干ばつに見舞われた。によれば、河中では1930年末の冬から異常気象となり激しい冬の嵐の後春の雪解けと豪雨によって川の水位が大幅に上昇した。1931年7月8月には雨はさらに勢いを増した。1931年はまた 台風の活動が極めて活発だった年でもあり、年平均わずか2個の台風しか発生しない、この地域に、この年の7月だけで7個の台風が襲来した。中国の文献では、長江の洪水による死者総数を約14万5千人、被災者数を約285万人とするのが一般的だが、西側の多くの文献では、それより、 はるかに多い370万から400万人の死者が出たとしている。洪水が最も深刻だったのは1931年7月から8月にかけてであった。7月だけで長江沿いの4つの気象台が月間降水量600ミリメートル以上を記録した。長江とワイガの洪水は間もなく当時の中国の首都南京市に到達した。 大規模な洪水帯の古頭部に位置する南京市は壊滅的被害を受け、水死あるいはこれらやチフスといった水媒介性、感染症で数百万人が死亡した。困窮した住民により妻や娘が身売りされ、小殺しやカニバリズムまでもが政府に詳細に報告された。被害地域は湖北省や湖南省、厚生省、武漢市、重慶市などであった。8月19日には、 武漢市の観光で水位が通常時を16メートル上回り、降水線にまで達した。ちなみに通常時の平均水位は、上海は一より1.7メートル高い程度である。1931年8月25日夜、京杭大運河の増水によって、こういう湖近くの堤防が決壊し、この決壊による洪水で、就寝中の約20万人が水死した。 災害の発生により、中国国民党政府は、洪水問題に対処するため、Y が管理委員会などの組織を立ち上げた。しかし、資金不足と、日中戦争やその後の国境内戦の混乱により、各委員会は、長江沿いに数カ所の小さなダムを建設できただけであった。1953年、国境内戦が終結すると、中国共産党指導者、毛沢東は、 三峡ダム洪水管理事業を促進するため兆候を視察し、社会主義三峡ダム事業は、始皇帝の万里の長城や陽大の軽食い運河のような中国市場の大事業を上回るものでなければならない、と述べた。人命クルルのように疑問を呈した科学者や官僚は、右派として迫害された。著名な科学者で、地質資源省の李志校は、 ダム建設が止められなければ自殺すると毛沢東に訴えた。この事業は資源不足や中粗対立の激化、大躍進政策による社会混乱により毛沢東の時代には計画のまま終わった。同事業は1980年代に再開され、三峡ダム水力発電所は2012年に本格稼働を開始、この時点で世界最大の設備容量を誇る。 発電所となった。ありがとうございます。